プロトゥールズドルビアトモスナイブレンダラーはバイノーラルから 9.1.6 までのカスタムライブリレンダリングをサポートします。遅延補正されたステムをセッションに直接プリントしたり、サードパーティーの Apple 空間オーディオプラグインを使用したミックスをモニタリングしたり、外部のドルビアトモスレンダラーアプリケーションを使用せずにライブリレンダリングを操作できます。カスタムライブリレンダリングは IO 設定のドルビアトモスタブまたはバウンスミックスウィンドウのリレンダー設定から作成できます。新しいライブリレンダリングを作成するには、リレンダーをカスタムするをクリックし、名前を入力してプラスボタンをクリックします。リレンダーのフォーマットまたは幅を設定し、以下を含むオプションで、フルミックスまたは別途、オブジェクト、グループの任意の組み合わせのリレンダーを作成します。Pro Tools Studio では最大 7.1.4、Pro Tools Ultimate では最大 9.1.6 まで可能です。ライブチェックボックスをクリックすると、Pro Tools でリレンダリングが可能になり、トラック幅が一致するトラックまたは OX への入力として割り当てることができます。カスタムライブリレンダリングは、様々なステムやフォーマットのリレンダリングを Pro Tools に返して、モニタリング、ステムの遅延補正プリント、プラグインによる処理や分析など、すべて Pro Tools 内で行うことができます。ライブリレンダリングを使用して Apple Music のバイノーラル特性を正確にプレビューしたり、バーチャルルームやパーソナライズされた HRTF とヘッドフォンマッチングモニタリングを提供するサードパーティーの空間プラグインを使用してミックスをモニタリングしたりできます。ライブリレンダリングは他のフォーマットで配信するためにフルミックスやステムにリミッターやコンプレッションなどの追加処理を適用することも可能です。ステレオやバイノーラルのヘッドフォン、ラウドネスのリレンダリング出力とは異なり、ライブリレンダリングは内部レンダラーモニターがミュートされ完全に遅延補正されても有効なままです。カスタムライブリレンダリングはパフォーマンスのために最適化されており、プレイバックエンジンの設定に関係なく、常に可能な限り高いハードウェアバッファサイズで実行されます。ただし、レイテンシーを低くする必要がある場合は、プレイバックエンジンのハードウェアバッファサイズに従ったヘッドフォンまたはラウドネスのリレンダリングを使用できます。このようにライブリレンダリングは様々なオーディオとポストのワークフローをサポートしています。異なる構成を個別にモニタリングし、リミッターを適用するなど、すべてProtoolsず内で簡単に行うことができます。